自分に合う合わない神社ありますかっていうね。合わないっていうのは、自分がそう思うだけであって、基本的に合わないとかっていう神社はありません。はい。ただ、雰囲気がなんとなくネガティブなものを受け入れてしまうというのはあるかもしれませんけども、基本的にはそういう合わないっていうのは、神様、ね、合うとか合わないとかっておこがましいじゃないですか、基本的に。ね。ただ、なんとなく不気味だなって感じるような場所はあると思います。例えばね、高千代の雨の安河原って洞窟みたいな、こう、ほこり中にあるんですよ、神社が。で、そこの前には川が流れてて、丸い石があるので、その石を面白がって人がこう積むんですね。で、それを見た時に人の念がそこに込められてるみたいな、そういうふうに見る人は恐怖を感じたり、やっぱ恐れを感じたりするんだけど、それどうしてかって、もともとその人の投影なんですね。自分がそういう思いを持ってると、それを投影してしまうんです。で、私なんかは、あ、みんなね、楽しくてこうやって積んで、どこまで積めるかなって思ってやってるんだろうなとか、あそこにね、何か願いを込めたりとかしてるんだろうなぐらいにしか見ないんだけど、やっぱり一緒に5、60人で行くんですね。毎年ツアーで。すると、中には、いや、なんか私不気味でちょっと近づけないとかっていう人もいるけど、やっぱりその人の生き方を見ると、少し物事をネガティブにね、捉えたりとか、まあ、そういった傾向があるなっていうことをすごく感じますよね。